本物さながらの恐竜の雪像が今にも動き出しそうです。札幌の大通公園には迫力満点の大雪像が3年ぶりに姿を現しました。いよいよ明日開幕する札幌雪まつり。4丁目の STB 広場に登場したのは、鋭い牙を持つティラノサウルスに、むかわ町で発見された恐竜カムイサウルス、高さ10メートル、幅20メートルの大雪像。どちらも実寸大で再現されています。いや、もう待ちきれなくて見に来ましたね。初めて見たんですけど、やっぱり迫力が違いますね。沿道は開幕前日から写真を撮る人たちですでに賑わっています。その他、今年はどういった大雪像が登場するのか、各会場を回っていきたいと思います。こちら10丁目会場には満面の笑みを浮かべた新庄監督、その後ろにはファイターズの新球場エスコンフィールド北海道が広がります。続いて8丁目会場には国の重要文化財豊平館、7丁目会場にはナイチンゲールゆかりの建物エンブリー層の大雪像が並びます。そして疾走感あふれるサラブレッドを描いたのは5丁目会場。今年の雪まつりには5つの大雪像が登場します。周辺には今日も多くの外国人観光客の姿が。観光客のボルテージはすでに最高潮です。 From Perth in Western AustraliaWe've heard about it. That's one of the reasons why we came to Hokkaido. まあ3年ぶりにやるっていうので、これメインに楽しみにしました。3年ぶりの開催に市民も歓迎ムードです。小学生の子供がいるので、すっごい楽しみにしてて、3年ぶりに出てきたいって言ってます。雪まつりで観光客の方が戻ってきてくれるのはとても嬉しいなっていうふうに思います。3丁目と9丁目会場には市民雪像が並んでいて、人気漫画のキャラクターやメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手も登場。明日の本番に向け最後の仕上げに取り組む人もいました。一方で、3年前は飲食ブースが広がっていたこちらの6丁目会場なんですが、今年はお店の姿は見当たりません。例年は多くの飲食店が並び、にぎわいを見せていた6丁目会場。温かい飲み物や食べ物が人気を集めていました。しかし今年は感染対策のため設置が見送られました。飲食あった方がもっと楽しめるのかなという気はします。段階踏んで徐々にだと思うので、雪まつりだけ楽しむという形でありなのかなとは思いました。はい。その他にも会場内を一方通行に仕切るなど、密集を防ぐ感染対策が取られます。3年ぶりのリアル開催、コロナ禍で迎える雪まつりはどのような盛り上がりを見せるのでしょうか。こんばんは。こんばんは。開幕前日からたくさんの皆さんがいらしているっていうのも、これ期待の高さがよくわかりますね。そうですね。やっぱりこのコロナ禍で待ち望んでいたということで、まあ、久しぶりですけれども、これまでとは違った思いでこの雪像を見る方も多いんじゃないでしょうかね。さあ、いよいよ明日3年ぶりに大通会場での開幕ということになります。今の様子どうでしょうか、木戸さん。はい、迫力がありますよ。ノコギリのような鋭い牙、噛む力は5トンを超えると。これ実寸大、高さ10メートルのティラノサウルスに、そしてそこに立ち向かうのがこちらも幅6メートルあるカムイサウルスです。こちらも迫力がありますね。夕方になりますと、こうライトアップもされますので、より輪郭もくっきり、こう臨場感も感じることができます。さあ、3年ぶり STB 広場大雪像、タイトルが白秋の北海道。テーマには北海道復活、この2つを掲げていまして、およそ7200万年前の白秋の恐竜たちが雪で復活を遂げたということになります。改めてこう近くで見ていただきますと、カムイサウルスもこの肌の質感だったりも細かく再現されています。で、このカムイサウルスというのは、ここ北海道むかわ町で
8メートルほどの化石が発掘されています。その向川町から竹中義行町長にも来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、カムイサウルスの可愛いぬいぐるみを持ってご登場近くで見るとこの雪像いかがでしょうか。はい、強心銅箔でですね、はい、迫力満点です。心動かされるものがあります。さあ3年ぶりですか、来たお客さん皆さんにはどういったことを感じてほしいですかね。はい、北海道胆振東部地震からですね、4年と5ヶ月7200万年前からよみがえったですね、カムイサウルスは町の復活そして復興のシンボルともされています。感謝と頑張る姿をですね、ぜひ皆さんにご覧をいただき、今の地球に何を語ろうとしているのかですね、創造の扉というのを開いていただいて、はい、ぜひですね、何かを感じ取っていただければなと思います。楽しんでいただきたいと思います、はい、何より皆さんに楽しんでいただきたいと。向川町から竹中義行町長もどうもありがとうございました。ありがとうございました。雪まつりは明日から11日まで開幕、も楽しむのが一番かもしれませんね。中継でお伝えしました。はい、まあ、自然災害もあり、そしてコロナ禍もありというところが、力強い復活をぜひ皆さんも感じていただければと思います。